ウトしよう。軍師宣告、守備よく行くわよ。何？演術が舞踏大会を開くです。はい、しかもその大会の優勝商品は天国の玉璽だとか。天国の玉璽といえば天下を治める者の証。これは何としても優勝して手に入れる必要があります。カリン様、その役ぜひともこの私にお申し付けください。いや、カリン様、この任務ぜひ私に。なんだ姉じゃ、私では不足だというのか。ありてに言えばそうだな。やはりここは義の体験と呼ばれる私が行くのが筋だろう。何を勝手に。これまで姉者の大抵の横車は許してきたが、こればかりは譲れん。横車だと？私がいつ横車を押した？いつもだ。何？やれやれ、舞踏大会に行く前にここでやり合ってちゃ世話ねえぜ。これ宝剣、本当のことを超えるように言ってはいけないのです。とにかく今回は私が行く。いや、私だ。もういい、分かったわ。シューラン、シュンラン、あなたたち今からここで戦いなさい。は？私たちが戦う？ええ、勝った方に舞踏大会への出場を命じるわ。行くぞ、姉じゃ。来い。こうなること承知の上。行くぞ、シューラン。義炎万丈、大立国、勝負。さて、どこを見ている。比順、どこを見ている。ここだ。優勝して伝国の玉璽を持ち帰ってみせます。締めてかかろう。その槍、私に届くかな。大立国、勝負。さて、残念だが一瞬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 こちらだ。いや、いらぬ。行くぞ。比順、どこを見ている。私もなかなかやるだろう。勝利、完全勝利。第二国、勝負。いわいらぬ。死に油断したくて甘いぞ。まだ勝者、勝者一死に一策。まだいわいらぬ。どうだ、一斉だ。加工妙才の一撃を受けよ。あの子の体、
やるだろう。勝利、完全勝利。余計な余裕を持つとこうなる。いい例だな。小さな体でそれを振る。大一国勝負か。基準残念だが補足捕らえた。打ち放つ。まだまだなのか。敵は言わぬ。勇者減らせ。こちらだ。一死一殺。勇者さて残念だが次はいらぬ。一死一殺。お金を晒せ。一死一殺。勇者日頃の鍛錬の賜物だな。完全勝利。第二国勝負。基準奇跡者うわあかん。すごい。予定だ。一死一捨らせ。そこだ。渡れ。一死一捨て。見切った。どこを見ている。そこだ。勝者油断した。直撃しない。うむ、すがすがしい。勝利。遅すぎるのだ。それでは的と大差がないぞ。その矢は私に届きません。敗者の味を教えてやる。勝負。ずらせ。やっ、嘘。基準残念だが射抜く。射抜く。どこだ。どこだ。鋼を下げ切った。残念だが次はいらぬ。鋼を下げ切った。残念だが当たれ。射抜く。一死一死。基準攻撃者さあ狙え。次はいらぬ。無駄です。鋼を下げて。私もなかなかやるだろう。勝利、完全勝利。第二国勝負。基準こちらだ。受けるか。敵はいらぬ。待って、こちらだ。補足打ち放つ。まだです。敵はいらぬ。勝者えい。どうだ。えい。無駄なうち加工妙才の一撃を受けよ。あの時からだ。邪魔にかける言葉はない。勝利、完全勝利。威勢だけなら武器を捨てて商人にでもなったらどうだ。弱き者は去れ。飛燕万丈。大一国勝負。勝者減らせ。こちらだ。勝者いわいわぬ。一死一死。基準残念だが、あっとそこ、まだまだ。基準ここまでか。うわすごい。まだだ。減らせ。残念だが犬犬うわ。一死一殺。勝者許せない。常にこうありたいものだ。勝利。二国勝負。鋼を晒せ。勝者許可しよう。鋼を晒せ。一死一殺。鋼を晒せ。勝者決まって、こちらだ。鋼を握った。射撃者えい。停車。加工妙才の一撃を受けよ。あの時からだ。汗のかかない戦闘とは。勝利、完全勝利。満足したか。私は次の戦いがあるゆえここで去らせていただく。飛び道具など
素早い相手か義援団長歓迎する。第一刻勝負。しゃあ鋼をさらせる気はいらぬ。鋼をさらせる気はいらぬ。勝て残念だが見抜く。しゃあ当たれ鋼をさらす勝者。一死一捨てらせ。ける言葉はない。勝利完全勝利。第2刻勝負。くらえくらえ。気を抜いたか。必死いけるか。次はいらぬ勝者。いけるか。くらえくらえ。次はいらぬ。いけるか。乱れ打ち加工妙才の一撃を受けよう。あの子の体汗もかかない戦闘とは。勝利完全勝利。もう少し骨のあるものと戦ってみたいものだな。どうぞ。志だけは褒めてやろう。万丈第一国勝負。リキッド大丈夫だ。骨のあるものと戦ってみたいものだな。叩き落としてやる。随分と息がいいな。団長第一刻勝負。次はいらぬ。一死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 我が名天まで届こう。第二刻勝負。頼んだぜ勝者。クラッカー次ヒット残念だが勝者。力を探せ。まだまだ勝者。一死一殺しない。我が名天まで届こう。さて次に備えて弓の手入れでも行うか。くっそー、せっかくここまで勝ち上がってきたのに準決勝で負けちまうなんて。すまんな馬長殿、これは私にとって絶対負けられない戦いなのだ。さあ次はいよいよ決勝だぜ。そしてその相手は言わずと知れた三国最強のレンドロなのです。殿はここまでだから次も
それは私も同じこと。泣いても笑ってもこれが最後なのです。行くぞ呂布。将軍紀元番長大立国勝負。一矢一殺束を晒せ。一矢一殺奏者束を晒せ。一矢一殺奏者回っても奏者束を晒せ。これで全部こだ。もちろん油断したか。やらせ突撃者。次はいらぬ。聞かない。次はいらぬ。一矢一殺聞かない。軍師よ一矢一殺次はいらぬ。屍を晒せ。目立て。どこを見ている。我が名天まで届こう。第二国勝負。一矢一殺束を晒せ。一矢一殺束を晒せ。次はいらぬ。出せ突撃者。分かれ。束を晒せ。それはそこだ。一矢一殺終わるのだ。初め私を侮った罰を受けるのだな。本当にした。犬すがすがしい。やすやすといられに来たようなものだぞ。でも負けた。残念。やりましたカリン様、優勝です。お見事です。これで全国の玉児はいただきだな。ああ、一刻も早く帰ってカリン様にお渡しせねば。ご苦労様だったわね、シューラン。あなたの戦いぶり、見事なものだったと聞いているわよ。いや、それほどでも。相変わらず、功を誇らないわね。でも、あなたのおかげで伝国の玉璽を手に入れることができたのは、紛れもない事実よ。カリン様にそう言っていただけるだけで、報われた気がいたします。まずは舞踏大会の疲れを癒すため、この温泉でゆっくり体を休めなさい。ありがとうございますカリン様。ごめんなさいね、シュウラン。え？あなたが頼りになるものだから留守を任せることが多い。あ、いえ、そんな。いつぞやはあなたを留守番にしてシュンランたちと温泉に行ったこともあったわね。今日はその終わりも兼ねて、なりっきりでゆっくり楽しみましょうね。はい、カリン様。もう少しこっちへいらっしゃい。え？ほら、そんな端っこにいないで、私の方に。ですが、そんなことをしたらカリン様と肌が触れ合ってしまいます。いいじゃない。それとも、シューランはそういうの嫌？めそうもない。それじゃあ、いいわね。はい。